はいすごいですね、あの今、えっと、リアルタイムで実は、えー、YouTubeLive、それから Zoom の,あの視聴者数のカウントもあのスタッフの方にしていただいてますが、えっと、y o u t u b e ライブにでなんと100人を超えたそうです。で、Zoom もあの発表者の方も含めてですが、今45名と参加をしていただきまして、普段の 多分ですね、OSG をフォスフォージーンと比べると多いか、そうですね、いつも以上の,あの熱量ということで、本当にあ,のありがとうございます。ツイッターでもどんどんつぶやきいただければ、えっとまあ、司会とかですね、スタッフも見ておりますので、あのぜひよろしくお願いいたします。ではあの、えっと、時間もですね、どんどんこの後押してくることも予想されますので、えー、次の,あのスポンサーセッション、3台ありますが、えー、移りたいと思います。 じゃあえっとスポンサーセッションまずお一人目になりますが、えー、ユーカリアのババさんはいらっしゃいますでしょうか。ババさんいらっしゃいますか。はいこんにちは。いらっしゃいます、ね。あよろしくお願いします。ようこそフォ、えー、スフォージオンラインにお越しいただきましたありがとうございます。あよろしくお願いします。ええー、今年はですねえっと株式会社えっとユーカリアというお名前でよろしいんですよね。 はいそうですはい、えー、株式会社ユーカリアさんとしてもえのー、このポスト G え2020オンラインのえっ、ー、とイベントスポンサーということで協賛もいただきましたえっ、ー、とあ改めてえっ、ー、と代表して御礼を申し上げますありがとうございます、はい、ありがとうございますはいで今日はですねえっ、ー、とタイトルが非常にあ <laughs> の クリエイティブというか、歴史的なタイトルをつけていただきましたが、<laughs> エモい地図をコーディングなし、えー、セジウムで作れるサービスをリリースした話ということで、声、まああの,の中でもですね、セジウムについて、えっと、かあの解説いただける、えー、とも思いますけれどもあの、このオープンソース、えー、ジオスペーシャル、FOSS4G のコミュニティの中でもあのセジウムというなプロダクトの一つとして、非常にあの有名な WebGL ベースの3、えっと、次元、えー、ウェブマップのプラットフォームですけれども、まあ、この、えー ツールを中心とした、ね、お話になると思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。で、ここからはスポンサー声3つありますが、それぞれに対して、と多分1、2分、まあ、1、2台ぐらいになりますが、質疑応答も受けさせていただきたいと思いますので、また馬場さん、質疑応答ありましたら、司会から振りますので、よろしくお願いいたします。 じゃあ,あのスライドをじゃ共有していただいてえっと講演を始めていただければと思います。あちょっと逆あれですかねえっと<あ>スライドとあそうですね講演者ツールが逆になる。うん はい、もう一度画面共有できますか？はい。あ、読者虎の巻が移ってしまうあ、大丈夫です。<laughs> です <laughs> はい、問題ないです。じゃあよろしくお願いいたします。はい、ではよろしくお願いします。えっと、本日はスポンサースポンサーセッションとしてお時間いただきましてもう一図をコーディングなしえ、セジムで作れるサービスをリリースした話というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。 はいでは次ですね、これが本日のアジェンダです。はじめに自己紹介と会社について紹介させていただきます。でその後にリア a r というサービスについて、さまざ、あ、ま開発に至った経緯やその特徴などを説明させていただければと思います。で最後にリア a ス s i n s y ということでリアースのこのサービスをシリアでどういうふうに拡大していくのかみたいな話を最後にさせていただければなと思います。 今、ここでリアースというサービスについて触れたんですけども、あのこれまさにいつリリースかっていうところなんですけど、まさに今、1時40分に p r タイムズにてプレスリリースが発表されて、まさに今発表された、リリースされたサービスになります。はい、じゃ次いきます。 まず自己紹介からさせていただきます。バヒデ秀道と申します、えー。株式会社ユーカリアでエンジニア、また、えー、本日、ま、ただいまリリースしたリアースのプロダクトオーナーとして活動させていただいております。えー、特技で Zoom でのコミュニケーションというふうに挙げてるんですけど、ま、自分であの自分の首を絞めるようになるんですけども、あのはい、今日は何かあのうまくあのあのお話ができたらなというふうに思っています。はい、次に私たちの会社について発表いたします。 株式会社ユーカリアです。旧ダーウィンエディケーション株式会社という名前でやっておりました。東大発のスタートアップでして、設立から約3年ほど経ちます。で主には、まあえー、ウェブコンテンツの制作であったりとか、あとは新しいデータベースの開発などもしております。で資金調達については、クラウドファンディングで国内史上初の3億円をの資金調達をして、今はその資金で日々事業をしているというふうな状況です。 次に、えっと、バックグラウンドについて説明いたします。えっと、皆さん、広島アーカイブってご存知でしょうか ?GIS の界隈ではかなりあの有名なあの作品かなというふうに思うんですけれども、えっと東京、現在の東京大学大学院の渡辺英徳先生によって、まあ、主導で作られたプロジェクトです。まあ、こちらは SEGIM という先ほど説明いただいたオープンソースを使って、被爆者の証言とか記憶をマッピングしているというふうなプロジェクトです。 まあそんな広島アーカイブで有名な渡辺県のメンバーで創業されたのが弊社でございます。はい。では次に、えっと、まあ、じゃあ具体的にどんな仕事をしてきたのかっていうところです。はい。今まで様々、えー、広島アーカイブで有名な、えー、研,究研究室からの、えー 会社ですので、まあ、そういったつながりからさまざまアーカイブの制作案件をさまざまいただいてきました。例えば、南アルプス市様から地域の観光情報だったりとかをマッピングしたいっていうような案件をいただいて制作してきたり、また、シノバズプロジェクトというふうに、えー、と突発印刷様と東京大学と、えー、の共同研究でこういうふうなプロジェクトをしてきたり、また、<laughs> ピース日本プロジェクトという日本の美しい景色をマッピングしたいっていうニーズに応えて作ったプロジェクトなど様々あります。なので、ユーザー様、顧客としてはさまざまなジャンルの方々にお仕事をいただいてこれまでやってきたという流れです。次に OSS 活動についてです。っとレジ m ムというサービスがあります。これはセジ s ムをリアクトコンポーネントで書けるようにした弊社開発のライブラリです。 これは今、GitHub、えー、のスターも300を超えておりまして、であの海外からもすごくあの、まあ、これ使いたい、これすごいいいよみたいな話をたくさんいただいて、まあ、毎週のようにプロリクだったりとかが飛んできて、まあ、弊社 CTO は毎日、ひいひいながら頑張っています。はいでまあ、これをきっかけに、例えばアメリカだったりとか、イスラエルの企業から問い合わせがあったりというふうで、まあ、本当にあの日本国内のみならず、海外の、えーまあ、企業様とも一緒に活動させていただいています。 さていよ,いよ来ました次に、えーとまあ、本日ただいま、えー、リリースしましたリアースについて説明いたします、はい。まずこれだけ持って帰っていただきたいんですけど、リアースのコンセプトです。地球上に物語を載せるっていうコンセプトです。じゃもう一回言いますね。地球上に物語を載せるっていうコンセプトです、はいで。このコンセプトなんですけども、これじゃあ具体的にどんなことができるのっていう風なところです。 具体的にどんなことができるか、それは誰でも広島アーカイブのようなかっこよくて思いが伝わるようなアーカイブが誰でも作れる、この誰でもっていうのはエンジニアではなくても普通の人も作れるツールということです。はい、これはこれまでのマッピング、地図上でのマッピングをさまざま見てきていて、データをかなり一覧で表示することはあるが、 何か伝えたいとか、そういう主観的な思いみたいなものをなかなか載せられるツールはなかったんじゃないかっていう思いから開発に至りました。で、リアースに具体的な5つの特徴としては、まずはノーコードツールであること、次にストーリーテリングという機能があります。次に公開機能、また外部データのインポート、エクスポート、最後に開発者による拡張機能などが挙げられます。 では一つつずつ解説していきます。まず GUI で操作が完結します。今、ここの動画にあるように、この Segium を使ったものがすべて動画で、すべ、えー、てが GUI 操作で完結するようになっています。はい、次にストーリーテリング機能です。<laughs> こちらのストーリーテリング機能は、えー、順序を持った、えー 閲覧アーカイブの作成が可能になっています今まで一覧で表示することはあっても、こういった順序で見てほしいとか、こういったストーリーを伝えたいみたいなものがなかなか表現しにくかったというところから、何かこの地図上のコンテンツに順序をつけられないかと思って実装した機能です。はいえー、と今表示されているように次のところへ押すと、 そこにこういうい、えー、カメラが飛んで、また次のコンテンツに飛んでいて、順に再生してされていくような機能です。で次に公開機能です。えー、公開機能は、えー、これまでは、えー、アーカイブの、えーと、これまでのアーカイブだったりとかは、えー、ツールは、えー、なかなか、あのー サービスとして公開するときに、独自のドメインで公開できないというのがあったんですけれども、これはユーザーがそのまま GUI 操作をして、そのまま自分のドメインでボタン一つで公開できるような便利機能になっています。次に外部データのインポート・エクスポートが可能です。これは CSV、Shapefile、KML、CZML、e o j s o n などさまざまなフォーマットに対応していまして、これらのデータをインポートしてリアース上でマッピングすることが可能です。 最後に開発者による拡張機能です。今のリアースのさまざまな機能がすべて公式のプラグインとして提供されています。なので、私たちのみならず、外部の開発者の方に開発していただいた機能もユーザーさんに使っていただくことができ、多くの機能を利用可能にすることができます。では、なんでこんなツールを作るに至ったかという話ですけれども、これまでのアーカイブ制作における課題として、まずは作る上での課題、エンジニアが必須であること。 次にアーカイブ自体の難しさ、アーカイブ自体の課題です。それが表現が難しい、例えばデザイナーが必要だったり、先ほどのメッセージが伝え,伝えにくいという課題が挙げられました。これらの課題を先ほど説明した機能によって解決していくことを目指しています。最終的にはもうエンジニアも不要、デザイナーも不要で、かっこよくてすごくエモい感じのアーカイブを作る、誰でも作ることができるのが今の目標です。 はい、次に、最後にリアースのロードマップについてです。今、ここが国内向けリリースです。今日、まさにここがここに位置している状況ですで。これから海外向けにリリースをしていきまして、最終的にはこのリアース自体を OSS として動かすことができたらいいなというふうに考えています。これは先ほど冒頭のアジェンダにもありましたが、まずシリアを拠点に OSS のコミュニティを形成していくようなことを描いています。 はい、最後にリアース、今後の展開 in シリアという話ですけども、なんでいきなりシリアが出てきたんだっていうところですけどまず初めにチームメンバーについて紹介します。今現在のリアースのチーム開発メンバーは、すごいあの多国籍なメンバーでして、まあ日本、もちろん日本の出身のメンバーもいれば、カナダ、中国、またシリア出身のエンジニアがいます。 はい、で彼がマヘルというメンバーですけれども、まあ、実際にシリア在住のシリア難民として、大変な状況の中、今、一緒に活動しています。でまあ、どうしてシリアで、えー、とこういうふうに拡大していくのかっていう話ですけれども、えーとまあ、弊社と、あとはボンズットナ様、難民支援をされているボン,ボンズットナ様と協力して、これからシリアの方々と一緒に働いて、えー、素敵なプロダクトを作っていきたいなというふうに考えています。具体的にはこの3つが挙げられます。 で皆さんご存知のようにあのシリアは今、まあ、大変な政治的な理由だったりとかして大変な状況下にあります、まあ、そんな国にも非常に優秀なエンジニアの方々は本当にいっぱいいて、まあ、ただ機会がないだけではなかなか生かしきれていないというふうな状況があります、まあ、私たちはそんな、まあ、機会がないけどすごく優秀であの素晴らしいメンバーと一緒に働きたいという思いでまずはマヘルから一緒に働くことになりました、はい、次に相互に利益のあるシステム作りですけども 私たちはこれは決して事前事業だったりとか CSR とか人助けみたいなニュアンスでやっているわけではありません。私たちにとっても今、マフェルはかけがえのない大切な仲間で本当に信頼しているパートナーです。私たちにとっては彼らの力を借りて OSS のコミッターの雰囲気を作っていくだったり開発を進めていく彼らにとっても就労先を確保したりまた次のキャリアを積んでいくというメリットが作れるのではないかなというふうに思っています。 先ほどあ、えー、とロードマップにありましたけれども、OSS 化するにあたって、えー、次の1月、2月あたりに新たに2名ほどシリアのメンバーを迎え入れたいなというふうに思っています。その時には、バックエンド開発そのもの自体をシリアのチームメンバーに任せて、本当にあのただ雇っているような状況ではなく、お互いの日本チーム、またシリアチームが支え合って、素晴らしい OSS プロ,デクプロダクトを作っていけるようなチーム作りをしていきたいなというふうに思っています。 最後にこの先の変化。確かに今シリアは大変な状況ですけども、これからきっとこういう小さな動きまたがシリアの発展につながっていくのではないかなというふうに考えています。その時には逆に日本が大変な状況になったら彼らが助けてくれたり、また私たち自身の本社をもうシリアに移しちゃうみたいなそういうこともあり得るかなというふうに考えています。最後にまとめです。 私たちはちょうど今、リア a スというサービスをリリースしました。背景としてはデザ,デ,ザデザイナーやエンジニアが必須だったり、メッセージがなかなか表現しにくいという課題がありました。これらに対してリアースではまず GUI 操作で誰でも操作可能であり、保守・運用もいらない、そしてストーリーテリングによって順序を持ったビジュアライゼーションが可能になります。今後の展開としては、海外向けリリース、OSS 化、 またシリアをはじめとして、ワールドワイドな OSS コミュニティを作っていけたらと思います。最後になりますが、リア a スをまず使ってみたいなという方、またプラグインもありますので、ぜひリア a スの開発に関わってみたいという方、また OSS 化したリアースのコミッターになりたいなという方、ぜひご連絡いただければなというふうに思います。私たち自身も皆さんのサポートもいただきつつ、本当に日本のみならずリア a スという何日なんで、 地球全体を巻き込んでいくようなプロジェクトにできたらというふうに考えています。後ほどプレスリリースやプロダクトなどの LP のリンクなどは共有させていただきます。はい、これが最後にメンバーです。まあ、これはあの <laughs>、ちょっとふざけた感じのメンバーなんですけども、ただやるときはやるっていう素晴らしいメンバーでやっています。はい、以上、ありがとうございました。 はい、い、えー、馬場さんありがとうございました。あの早速、ですね、質問も来ていますので、えー、時間の許す限りお答えをいただければと思いますが、えっとですね、あのこのサービス、誰でも利用可能なのですかということで最後の,あのスライドにもあの URL 書いてありましたけれども、えー、公式ページから、まあ、コンタクターズというかお申し込みをしていただくという形になるんですかね。 そうですね、はい、あの一応、も、えー、ともとは 2V 向けでリリースという形ではあるんですけども、お問い合わせいただければ、その要件に従って、もう個人の方でもあの適宜対応していこうかなというふうに思っているので、まず、えー、興味があったら是非、ぜひお問い合わせいただけるとあの、すごく私たちでもハッピーです。はい なんかすごいあの、どんどん質問が来ているのであの、時間許す限りじゃあ、<laughs> いきたいと思います。今続いての質問はです、ねあ、これも結構確かに大事ですね。どういうビジネスモデルなんでしょうか。まあ、利益を得て、この OSS を成長させていく仕組み、まあ、考えについてお聞かせください。一番最後のスライドにも出てきていたような気もしますが。したい点ができ はいまずは、えっと、今、まずなぜ OSS にするかというところなんですけれども、シリアのメンバーと今、働いているというのもあるんですけど、えっと、実際、今、シリアではアメリカ発のサービスがほぼ使えない状態にありまして、うん、GitHub 自体もプライベートレポジトリが使えないというような状況にあるんですね。でそういった状況を見て、あの今、実際にそういうシリアに住んでいるメンバーが、なんかそういう不便な思いをしながらやるのではなく、もう一緒のことを OSS で、 どうにかやっていけないかっていうふうに始まったのが、まあ、この OSS 化するというところの、あのところの流れです。で、まあ、どうまあマネタイズしていくかっていうところでは、まずは OSS のコミッターたちを、コミュニティを作っていって、えっ、ー、と、まあ、プロダクトとしての品質を高めていくっていうところと、あとはサービスとしてマネタイズができていければなというふうに思っています。あのまあ、それこそ GitLab さんとか、ああいう感じのビジネスモデルというかっていうのをイメージしています。 はい、あとはえっと公開だったりとか、独自ドメインができるみたいな機能は、私たちがホスティングしていて、独自の機能になるかなというふうに思うので、そういうところは私たちとしてもっと行って、ビジネスとしても OSS としてもえまあ並行してやっていけるようなことができたらなというふうに考えています、はい、ありがとうございます。じゃあ、最後のすみません質問一つですね、えっと、今後、日本でのユーザー向けの紹介イベント、まあ、オンラインになるのかなと思いますけど、そういったご予定というのはあるんでしょうか。 えそうですね、まだ具体的にいつ発表しますみたいなのはまだ考えてないんですけども、えっと、すごい近いところでいくと、来週にあのフォスフォージ・イン・コリアで、あの韓国でえとそういった発表をしようかなというふうに思っています。まあ、ちょっと国内向けの改めての発表ではないですけども、えー、近いところではそういうふうなもの、あとはまあえーユーザーさんを獲得していくに従ってワークショップを開いていくとか、何かイベントで発表していくとか、そういったことはえできたらなというふうに思うので、もし興味がある方は、うん、 どしどし連絡いただけたら、あのすごくあ,のありがたいです、はいはい。ありがとうございます今後、ね、OSS 化の話も含めて、非常にあの楽しみにしています僕もでもプロトタイプを以前見せていただいたこともあるので、非常に楽しみにしています。あの技術的な質問も実はあの2つ、3つ来ていますけれども、すみません、お時間の関係があるので、また <laughs> あのお答ええーと、お送らせていただきますので、えー、と時間あるときにお答えをいただければと思います。じゃあ改めて馬場さん今日はどううもありがとうございました 皆さんにもよろしくお伝えください。はい、はいありがとうございます